東大手駅は愛知県名古屋市の各3の丸4丁目にある名鉄瀬戸線の駅。駅番号は ST02。明治末期に開業した東大手駅は太平洋戦争中合理化を図って駅の統廃合が実施された時営業休止となった。1976年2月15日、瀬戸線の堺町乗り入れ工事開始に伴い休止中の当駅より 堀川駅までの区間が廃止された。この時、一時的に東大手駅の北隣駅である、土井家駅が移設され、営業区間の暫定終点として機能した。1978年8月20日、栄町乗り入れ工事の完成により東大手、栄町間が開業し、同時に土井家駅が廃止された。東大手駅は、 大津町駅を代替する急行停車駅として34年ぶりに復活し今日に至っている。相対式2面2線のホームを持つ地下駅である。正確には坂町地下トンネルの途中にある駅となる。終日駅員配置駅。特別施設に指定されている名古屋城の外堀の地下に駅の施設の大半が整備されている。そのため、 地下駅開業当初予定した場所にエレベーターを設置できなかった。2016年から2017年にかけて行われたバリアフリー加工時で開業当時からの古く薄暗い姿は一新され、エレベーター、車椅子用階段昇降機などのバリアフリー設備が設置された。また、改札口と各ホームには LED 式の列車案内が設置され、自動放送も導入された。 駅出入り口は2カ所あり、いずれも東区三の丸4丁目所在となる。改札口は1カ所のみで、上りホームに直接つながっているが、下りホームへは階段を利用する。出入り口と改札口との間にはエレベーターが、下りホームへの階段には、車椅子用階段昇降機が設置されている。自動改札機は、南隣の栄町駅とともに、名鉄では最も早くに設置されている。 利用者のほとんどが、尾張瀬戸方面への乗客である。他の名鉄の路線との接続がなく、名古屋市営地下鉄名城線の市役所駅や、名古屋市営バスの市役所バス停などに近いため、当駅から栄町への乗客は、極めて少ない。朝夕は、県庁や名古屋市役所などへの通勤客や、名和高校へ通学する高校生などで賑わう。日中の利用客は少ない。 最寄りのバス停は、名和高校前。名古屋市営バスの名駅14号系統が、毎時1本程度走っている。東大手の名前は使われていない。名古屋市営バス、名鉄バスの、市役所バス停にも、比較的近い。ありがとうございます。